まさにブラッシュアップっていうところも含めて、さらにこう選手層の積み上げっていうところもあるんじゃないでしょうかね。今前半45分がスタートしました。左から右に攻める青のユニフォームがホームの徳島、右から左が仙台です。低い位置にいましたから、はい、そことのギャップをついたマスクメロの、まあ、素晴らしいランニングからのフィニッシュでしたね。中に放り込んできたボール、白井が右の裏のスペースを狙っていました。杉森ゴール前に一味飛び込んでくる。杉森が仕掛けてきた、一味を狙った、最後弾いたボールがそのままゴールネットを揺らします。先制は徳島、試合時間69分、ついにゲームが動きました。少し遅れたっていうところは、まあ、あったと思いますし、あとはこういうスリッピーなグラウンド状況をうまく利用した。さあ1点ビハインドになりました仙台。徳島はここ3試合先制してから追いつかれています。木田が切り返す、木田のクロス、こぼれ球シュート、決まりました。最後内田優斗、またしても追いつかれました徳島。前足のところに富樫がボールを引き出すんですけども、ここに対してはカカですかね、足に当てたんですけども、そこがフィットしなかったことでこぼれてきた。さあ白井は誰を狙ってくるか、大きく外、内田光平、マスが競り勝つ、この位置から狙ってきた、スーパーゴールが生まれました。ディフレクションで軌道が変わって、そのままゴールネットを揺らしました。このマシュット、またしてもリードを奪いました徳島。そうですね、カーに当たってコースが変わって、まあ、ゴールインというところでしたね。浮かせてクロス、逆サイドマセ倒れて、どうだ、判定は PK、 ペナルティースポットを指差しました。状況だったと思いますね、うん、あ、そうですね、前に入られた瞬間のところで、まあ、左手で勝ち点1か勝ち点3か、スアレスが止めた、そして皆川押し込んだ、追いつきました仙台。 PK1 のスアレス止めたんですが、そうですね、駆け引きの中でスアレスが自分の左サイドのところをしっかりと呼んでましたけども、弾いたボールが少しこう中に行ったことで、そしてプレー再開を見て試合終了の笛が吹かれました。勝ち点1をもぎ取りました仙台。先制され、追いついて、そして突き放され。